松潤さん、藤井フミヤさんと玉置浩二さんのデュエットいいですよね。私もね、中学の頃安全地帯4っていうアルバムを何回も何回も聴いたような気がします。いや、素敵な曲が多いですよね。で、藤井フミヤさんなんですけども、私がいつもね、心に残ってる曲、まさにこれね、テレビで1回だけ紹介されたんですけども、鳥になった少年の歌ってあるんですよ。鳥になった少年の歌、これぜひね、検索して少しでもいいんで聞いてみていただきたいと思います。これ実はですね、いじめに対してまあメッセージを送ってるんですよ。で、今回ね、松潤さんが紹介してくださったトゥルーラブなんですけども、これよく結婚式に歌われる例が多いって聞くんですけども、これ失恋の曲なんですよね。愛する彼女を失って、永遠にあなたを愛しているよと、もう今は私のそばにいないけど、みたいな気持ちで書いたらしいんですよ。これも曲の解説を藤井フミヤさんがやっていたところがあって、それをたまたま聞いたんですけどもね、ちょっとうろ覚えなんで間違えてたら申し訳ないですけども、この辺ね、松潤さんになりの解釈があったらお伝え願えればと思います。トゥルーラブについてのレビューですよね。で、今回私がお話しする鳥になった少年の歌っていうのは、藤井フミヤさん自身がすごくね、いじめが問題になっている時に、それに対して私は曲を作ったんだよっていうことで、そういうくだりで紹介されてたんですよ。鳥になった少年の歌、そう聞いてみると、このタイトルがもう死んでしまってね、自由に空を飛んでいる魂となった少年、いじめられた少年のことに思えてならないんですよね。だからね、そのチェッカーズとか藤井フミヤさんの曲ってちょっと聞いてみると、視聴者さんは一定の勘違いをすると。でもよくよく解説を聞いてみると、全く違う意味だったんだっていうことがね、気づかされて、本当にこのね、藤井フミヤさんのセンス驚かされますね。なんかデビュー前15歳ぐらいの時から天才的なね、あのビデオがあったりするんですけども、天才的なね、その片鱗を見せていて、まあ日本のポップス界で本当松潤さんが言われるみたいにね、ナンバーワンなんじゃないかなと思ったりしますね。また動画の方送ってください。それでは今回の松潤さんのレビュー動画は、動画の URL こちらの方にね、説明欄の方につけておきます。ありがとうございました。